ビートとビジュアル、日本では1978年、ちょうど20年前に、76歳で、亡くなりました北園勝恵という詩人がおります。それからその1年前、1977年に、52歳で亡くなった新国誠一という2人の名前をどうしてもこの運動の時には挙げなければいけないと思っております。で、北園という人は、これは後で説明しますが、ブーとも言いますが、そういう雑誌を160号まで出しました。そして、新国という詩人は、たった7冊ですが、7号しか出さなかったんですけれども、実に内容の濃い、朝という雑誌を発表しました。日本でそのコンクリートという名前の詩が植え付けられましたのは1957年でした。その時、ブラジルの大使館の一人の文化担当をしておりました、ルイス・カルロス・リニョーレスという詩人が、本当は音楽もやってたんですが、この人がしまして、その人は北園と私のところに、訪れてきた、こういう一冊があります。その当時、北園という人は彼の代表的な詩集に煙の直線というのがありまして、その中の単調な空間という詩を書いていた頃なんです。それでその詩を、そのビニオレスは非常にその興奮して、それを本国の詩人のアロルド・デ・カンポスという人に送りました。で、このカンポスはこれをサンパウロの文芸新聞に翻訳して向こうで発表したわけです。この作品、すなわち単調な空間という作品は次のような詩なんです。白い四角の中の白い四角の中の黒い四角の中の黒い四角の中の黄色い四角の中の黄色い四角の中の白い四角の中の白い四角、白の中の白の中の黒の中の黒の中の黄の中の黄の中の白の中の白、白い四角の中の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 白い四角。私はこの北野という詩人のについて、バイオグラフィー、伝記を一冊書いたんです。その中で、私自身がこの詩を読んだ時、今までの日本の詩は全てハンマーで打ち叩かれ、みじんに壊されてしまったのだと、それほど強いショックを受けた詩でした。なぜならば、紙の上で就職と比喩という衣服を着ていた文学は丸裸にされてしまった。話をちょっと戻しましょう。新国という詩人についてちょっとお話し。新国さんという人は、北園さんとちょっとその人物が違うので皆さんお分かりにくいと思いますが、私はその新国を連れてですね、その先ほどのビニョーレスというブラジル人のところへ行きました。で、新国も大喜びしまして、このブラジル人とすぐ友達になりました。2人はね、東京の国立近代美術館、それから前衛的なパフォーマンスをやる蒼月会館を借りて、コンクリートポエトリーの展覧会をやりました。もう33年も前のことなんです。
北園語のそのワオというのは、写真や図形やオブジェなどをページに印刷して造形的な運動に力を置きました。そしてワオの継承点という名前で、非常に多くの西洋の詩人をゲストに迎えて展覧会をやったものです。これに対してその朝の方は毎月勉強の会を開き、音ですね、音声にも力を入れて活動をしたんです。新国の声は後でカセットで皆さんに聞いていただきたいと思います。使命といいましょうか、目的といいましょうか、テーマを持ってこの立ち上がった運動 の、 その主催者っていうのは、その人 の、 その個性が強烈であるというのは言うまでもないことだと思います。で、新国は北園 の、 その偏屈性ですね、時々腹を立てておりました。北園は新国 の、 その言語偏重を相手にしていなかったと、そういうことがよくありました。で、2人は、一つのテーブルで顔を合わせてことが今までないんですね、全然ない。今思うと全く残念なことですが、で、2人の頑固さは今思うとなんともこの微笑ましいなと思います。で、今振り返ってみますと、その2人をもう結びつけたっていうのはリニオレスとこの藤戸の私でないかなというふうに思います。北園さんの詩を紹介しましたが、新国の代表的な作品をちょっとスライドにしてみたいと思うんでございますが、ちょっと見ていただきたいと思います。これは日本の漢字の雨ですね。雨っていう字を、これが雨なんですけれども、ここにこの点がもういっぱい打ってありますね。この点はもちろん雨のこのドロッピングの状態を表しているんですが、実はこれはその当時どうやってこれ作ったんですかって僕は聞いたことがあるんですが、初め全部この字を全部雨をこの456個の雨を全面に打ちまして印刷して、で彼が私に言ったのは、この部分、これと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 この部分を全部消したんですね。で、全部消して点点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 点って1744個の点に全部作ったという、まあ笑い話というか苦心というか、そういう面白いです。今この作品の皆さんご覧になって、漢字というのが中国から来たというのはよくご存知だとこう思います。で、その漢字は象形文字っていうのがあって、象形文字っていうのは例えば雲ですね。それで今月とこういう字になってる、これは日本の一つの字の象形文字なんです。それキャラクターはジャポネ、これは川が流れてるキリエですから、これは川と、で、まあこれは書きますとまだ難しい字で、例えば、これは鳥です。で、もちろんこれは鳥の元はこれがあって、これが今こちらに。で、全部の字がそれじゃありませんけれども、触るという漢字をと、かな、
がありまして、くすぐったいような気持ちがなんかこうムズ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 する感じがよく出ている。感じはいいんですけれども、ここのここに一つ不思議な字があるね、あそこ唇っていう。でまあなんとなくこのくすぐったいのはどういうことかはまあその皆さんが想像されなくてしょうがないと思いますが、ニークニという人は詩の音の非常に重要。それで、まあこれはこのままでいいでしょうね。でこの人は今これだけを彼は朗読します。これは唇というんですが、人気には唇と唇と、そこを非常に面白くこれ表現です。紙を切って、ある時はそれを丸めたり、ある時は針金をつけたりしたりした作品になりました。北野の作品を2つほどご紹介いたします。これは彼の作品で、まあ、どういうふうに説明をするかということは、まあ、なしで皆さんご覧になれば。名前はどうやってついたのかというと、王というっていうのは1935年に創刊されたんです。で北園は友人の岩本修造という詩人と一緒に、喫茶店でお茶を飲んでいて、その時こぼれた水で岩本がこういたずら書きをしてたんですね。それはなんとなく V であり王であり優であった。でそれを北園は見逃さずに、あこれだこれにしようというのでつけたの。朝というのは実はちょっと僕に関係があります。どうしても喋らなければいけなくなっちゃうんですが、仁國誠一という人は第一番目の詩集のゼロ音というのを持って、僕を訪ねてきました。で詩の文章がなくて、字が散りばめてある、まあ、お隣に今ありますけど、そういう詩集を持ってきたんですね。
そしてそのグループという名前をつける代わりにアソシエーションという名前にしまして、アソシエーション for study of arts と英語で名前をつけたんです。でこの大文字が A と S と A というふうになって、まあ僕らが預ける名前をつけたという責任があります。バウと、それから朝のちょっとスライドをちょっと見てみましょうか。バウの雑誌、これは朝の、こういう2つの雑誌が、先ほどのバウが160万、これが現在日本で、そのビジュアルの詩をまあ、本格的にやっていらっしゃるという人を紹介しなければいけない、幸いに今日は高橋翔八郎さん来てくださいましたので、先ほどもちょっとご紹介ありましたけども、高橋さんは北園さん そのバウというグループに属しておりました。で北園に強い影響を受けて出発した人です。で彼は日本の東北の方に盛岡という市がありまして、そこに住んでおり、そこで国際資格、資格支店を開いたり、ご自分で371という雑誌を発行したり、またブロックポーン、ポエジーアニメーションなどを試みた人です。また彼はドイツ、イタリア、そしてアメリカ合衆国などのビジュアル誌の会議にたびたび日本を代表して出席した人です。高橋さんのスライド、それじゃこれともう一つ、でこれも、それからその次のアンスイッチ、これも、まあ、アイウェイを日本語の表記の基礎になるアルファベットですね、で彼が作ったので、まあ、ご本人がいらっしゃるので、もしご質問あれば。次に上村博夫さんという方を挙げたいんですが、上村さんは、ドイツに留学した経験でドイツの詩の運動と関係が深い人です。で1984年にドイツのザールラント州立放送局というのがあるんだそうで、そこでビジュアルポエトリーの展覧会と討論会に高橋さんと一緒に出席をしました。で偶然今年の5月からハンブルクのドイツのハンブルクで開かれている日本のビジュアル誌の展覧会で彼が中核になって活躍をした人です。今回この画廊に参加したほとんどの詩人の人たち、日本の詩人は北園克也、新国誠一の詩の運動を知らない世代にもなってしまったんですね。自分の手でまだ模索している状態かもしれないなと僕は思うことはあります。で、まあ、これからが日本のビジュアルの詩の、まあ、夜明けになるんじゃないかしらと、こういう感じであります。で最後で自分のことをやっぱり言わないと具合が悪いんじゃないかと思うので自己紹介を。僕はその北園克也と新国誠一というその2つの大きい柱を、まあ、よく知っておりますし、この2人の作品というのは相当その高いレベルのものだと思っております。で同時に、僕はアメリカの詩人のエズラ・パウンド、それとイー・カミングを訳して、それを翻訳したから、そういう風な傾向が分かったんじゃないかと思うんですが、1991年に、パウンドのパウンドが晩年過ごしたイタリアのブルンネンバーグという城がありまして、その会議に出たことがあります。でカミングズについては4冊翻訳を出したことがあります。でこれらの影響を受けまして、前から線で絵を描くことが好きだったので、展覧会をやっております。発表しなかったのでスライドに持ってきたのがありますので、一つお恥ずかしいですけど見ていただきます。これはお分かりになるように、木ですけど、英語のブロッスム、花ですね、花なんですが、日本の国の花は桜だそうです。で桜の花になると必ずこれ虫が一匹いるんです。あれは毛虫っていうのかな
虫がいます、まあ、こういうような作品、まだ他に書きましたけども、こういうことをやりました、この画廊に出さなかった方々の作品もありますので、それらも少し持ってきたのでちょっとご紹介いたしましょう。でこれは吉澤さん、これはさっきの月という字が、この月が、月にした作品ですね。これは吉澤さんの作品です。もう一つ吉澤さんの、これはトンボの目、トンボの目、あれ題名は複眼っていうんですが、それトンボの目、これは日本語の目という字がいっぱいありまして、目がいっぱいで、こういう作品ですね。どうぞ、もう一つ、それからもう一つ山中さんに行きましょうか。山中さんはこの犬という字を犬の方から、もう一つ山中さん、大体今日は大雑把なお話をいたしましたんだけど、今最後に出たいろいろな文字の面白さが皆さんは日本にはあるんだなとお分かりになったかなと。